私のこれオープニングテーマです。聞いてください。私の出身の場所ですが、そこで、のど自慢に出ました。でその時のゲストが女性が小野由紀子という演歌歌手、男性が西城秀樹でした。で私の唯一の誇りが西城秀樹と同じステージに立ったと、まあ、それだけなんですけどもね。それで音楽活動の私の一番最初の音楽活動がその NHK ののど自慢でした。4人で出て私はギターを持って出たんですが、残念ながらスポットライトとテレビカメラとお客さんの拍手を浴びたら体が震えてギターの音一個も出せませんでした。すごいでしょ。 NHK ののど自慢の本戦に出て自分の担当の音を一個も出さずに引っ込んできたという、これがもう青春の屈辱の最たるものです。で私は、その後もギターを持って人前に出ると震えちゃうんですね。で全くできなくなって、そこでギターをポイと放り投げました。それで、それが大学の4年の時でした。それで今の仕事を転職したで時間がちょっと取れるようになったんで、もう一度その青春のね悔いをね取り返そうかと思ってギター教室に通い出して15年くらいになります。で普段は、ナイロン弦のギターを弾いてます。この間初めてアポパラというものに出させていただいたときに30人か40組くらい出て、ナイロン弦のギターを弾いた人が一人もいないんですね。で私もこれを不要で吹きましたけども、それでこれはナイロン弦をなんとかせにはいかんと変な使命感にね燃えましてね、今日は赤だとこれアントニオ猪木なんですけど、ちょっとベージュという非常に地味な色で、やってまして、用意をした。で普段あどうぞどうぞ入ってください。あ構いませんよ。そんなにあれですから、今までの方たち MX 系だとすると私吉本系ですから。で実は未だにその震えと戦ってるんですね。人前に出ると思うように弾けなくなってしまいます。一応教室では教室名人という称号をもらってるんですね。教室では弾けるんですけども、こういう風にお客さんと向かい合ってしまうとからっきしになってしまうと。教室の発表会11回くらい出たんですが、最後までたどり着いたのが3回くらいしかないです。4回くらいは途中で退場で2回とか3回とか弾き直して最後まで到達するというのがあれで、なんとかね、ちょうど還暦去年あたりから人前で弾くことをしようと思ってこういう場に出てくるようになりました。ですから皆さんあまり緊張しないで聞いてください。それともう一つ、こう目と目が合いますとやっぱビリビリときちゃうんですね。目と目で通じ合うっていうとビリビリときてそこで止まっちゃいますので、私と目を合わせないようにしてください。で今日1週間前にね、ここに出ることが決まったんで準備何もしてないんですね。で、何やりましょうか。お客さんにね、あれしてもらうのもあれなんですけども、一応J-POP とかね、南米のリズムとか北米のリズムとか、曲名言われても出ませんけど、何かあればそれをやってみたいと思いますけども、何かあります？あ、前振りがちょっとあれですからね、何言ったらどんなもんになるか分かんないなんて感じありますね。それじゃあ、J-POP でピンクレディ1曲いってみましょうか。あ、私歌いませんからね。歌うと NHK の本線から漏れるというんで歌わせてもらえなかった人ですから。
合わせはい、まあ、私吉本慶太にゆえんですね。あの演奏の方は多少音がね落ちようが余計な音が増えようが濁ろうが気にしないという、いやあの極めて健全な方向でいってますんで、次何やりましょうか。何かリクエストがあれば、あの南米とかね北米とか、ああの K-POP は今やってませんので今やってないって、昔あのあれですね、ペヨンジュンさんがあれしてた頃は地獣とあれの何だっけ、そう冬の空だとかね、一生懸命練習してやったんですけども、できた頃にはもうブームが去ってたという非常に寂しい生活を送っております。じゃあ何がですか、今日の目を出すんじゃない。あ、でも今夏ですもんね冬ですね。そうだね、じゃあ、 あの何もないんで私は割と好きな方で行きますけども、南米のリズムで、マシケナダ